時計ファン、世界の腕時計コレクション4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目はパテックフィリップカラトラバ RF96、 1947年製、手巻き式 CAL12-120、 ジュネーブシール刻印あり、ケースサイズ 33mm、 腕時計の代名詞的な存在のモデルです。上品なデザインは他のメーカーには見られない美人漂うもので、身につけるものを十二分に満足させてくれます。2本目はパテックフィリップ RF35141-18KYG、 自動巻きムーブメント CAL27-460 を搭載した 18KYG モデルです。 RF3445 と違ったラグデザインにスクリューバックを採用したエレガントなデザインで人気上昇しているヴィンテージモデルです。文字盤は放射仕上げのシルバーダイヤル。3本目はパテックフィリップ RF2551CAL12-600AT はシリアルナンバー76万から767099までのわずか7100個しか製造されなかった希少なムーブメントです。美しい描写彫りが施された18金ローターが特徴となっています。効率のいい巻き上げ、機構の傑作ムーブメントです。4本目はパテックフィリップ RF25512-600AT、 この12-600AT までがパテックの仕上げが極上の時代かと思います。金無垢ローターの取り方も次の 27-460 とは違います。ジャイロマックステンプにスワンネック環球針の組み合わせになります。ケース径 36mm で現代的なサイズです。これらの時計の詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお届けしました。